トマトすごく甘くて超美味しいです。こちらいただいたすごく美味しいトマトです。味付けしないでそのまま食べてもすごく甘くて、
プリプリで美味しいですね。食べます。美味しいです。すごく美味しい。オリーブオイルもたっぷり入れました。酢の味もして、この黒胡椒も効いていてすごく美味しいです。初めて作りました冷製のパスタです。この細い麺を使いました。何ミリだっけかな、何ミリか忘れちゃったんですけど、3種類お店にあって、一番細いのの次のを買いました。いただきます。すごく美味しいです。今回このバジル入れたんですけれども、バジルの味もすごくしてて、でトマトの甘みがすごくすごくすごく甘くて美味しいです。塩をたくさん入れましたので、カペリーニにもかなり味がついてて美味しいです。この塩気のあるパスタとトマトの甘みがこう混ざり合ってすっごい美味しいです。チャイムが鳴ってますけどトマトがすごく甘いんですよね。すごく美味しかったです。